ココアパウダーで飾り付けしたミゼラブルケーキミゼラブルとはベルギーの伝統的な菓子でバタークリームを挟んだアーモンドスポンジケーキである。アーモンドパウダーを用いたダックワーズに似たジョコンドと呼ばれるスポンジケーキをベースにする。これに熱したシュガーシロップと卵黄にバターを加えたバニラ風味のクリームを挟んで層にする。上にアイシング用の砂糖やココアパウダーを振りかける。 レモンシロップやチョコチップ、ピスタチオなどを使うレシピもある。一口サイズにしてプチフールとすることもある。通常のバタークリームはバターと砂糖あるいはバターと卵白で作るのが普通であるがミゼラブルに使用するバタークリームには卵黄が入る。作るのがそれほど容易なケーキではなく特に何層にもする場合はケーキの層が不均衡にならないように留意する必要がある。 スポンジは軽めに焼く一方、バタークリームは濃厚にする技術が必要である。ミゼラブルとはフランス語で悲惨なという意味である。これについては、バタークリームと一緒に使うカスタードを作る際、節約のため牛乳ではなく水を使ったから、このような名前になったという俗説がある。砂糖で飾り付けしたミゼラブルケーキメレンゲを使ったメルベイユ。 コーヒー風味のケーキであるジャバネと並んでベルギーを代表する歌詞である。ブリティッシュベイクオフで2017年に第8シリーズ第9話で課題のケーキとされた。ブリティッシュベイクオフのスピンオフ番組でプロの料理人が登場する番組であるベイクオフクレームデラクレームでも2016年に第1シリーズ第7話でブチフールの課題の一つとされたことがある。ありがとうございます。